今、女性たちの間でものづくりがブーム。裁縫、陶芸から電子工作まで、さまざまなものを自分で作り、SNS にアップする人が急増。もはや商品を買うのではなく、自分で作る時代なんです。そんなものづくりの世界に今回挑戦するのは、ものづくり経験ゼロ、矢野アンナ。恩返しじゃないですけど、何か送りたいなって思ったわけですよ。気持ちを送りたいです。お世話になっているマネージャーのため、ペットの猫ちゃん用のキャットタワー作りに挑戦。これ何ですか？これはパネル層と言います。初心者にはハードルが高そうな大きな機械の数々。しかし、ちょうどぴったし。こんなことあります？いや、超簡単。いや、マジで本当に今の DIY はここまで簡単にできちゃう。ちょっとやばい。やる、最初か。やっと。もちろん、かわいい猫ちゃんの映像も満載です。女子のやりたい、なりたいを応援。6人のモデルたちが目標に向かって頑張る番組、かわいいジャパンだ。